ありがとうございます。寒い中お待ちいただきまして本当に感激でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のご支援が石川かおりの力になっております。本当にありがとうございます。温かくそして大きく皆様のそのご支援が力になります。ありがとうございます。メディアがいっぱいです。メディアの元代表の石川かおりの応援に駆けつけてくださいました。こんにちは、元気そうだな。ありがとうございます。ちょっとすいませんね。お助けの皆様おはようございます。風の強い中大変お待たせいたしまして、こんなにたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。本日選挙戦6日目でございます。大変厳しい選挙になってございますので、皆様お一人お一人の力をお借りして、必ず今回も石川かおりさんを国会へ押し上げていただきたいと心からお願いを申し上げたいと思います。早速ではございますが、ただいまよりこの場をお借りいたしまして、石川かおり外政始めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、東京から駆けつけてくださいました枝野幸男元代表より皆様にご挨拶を賜ります。たくさんの皆さんにお集まりをいただいてありがとうございます。立憲民主党の枝野幸男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。覚悟はしてきたんですけど寒いですね昨日は関西回ってましてですね、上着を脱いでワイシャツで半袖腕まくりして選挙活動してたんですけれども、おなじみ本でも広いなと感じながらマイクを握らせていただいております。さあ皆さん、石川かおりさん、ぜひ皆さんのさらなる後押しで3度目の当選、必ず小選挙区で押し上げていただきたいということでお願いにやってまいりました。今回裏金問題よく言われてますけれども、この裏金は裏金だけじゃないんですね。裏金ってどういうことかというと、大きなお金を集めることができるから余った分が裏金になるわけですね。普段の活動でお金が足りないと裏金にはしようもない。我々はこういう話になるわけ。その大きなお金誰が出してるんですか。地域で頑張っている農家の皆さん、あるいは地域の中小の商店や工場の皆さん、パーティー券1枚2万円3万円5枚も10枚も買える方いらっしゃいます。ほとんどいないでしょ。1枚だって大変でしょ。でもね、自民党の皆さん集まるわけですよ。どこで集めてるか分かりますか。東京で集めてるわけですよ、まあ、せいぜい札幌ですよ、ね、そうするとお金出してる人たちの方を向いてしまうのは人間ですからやむを得ないところがあるわけです。結果的に地方が置き去りにされてきてませんか。この30年良くなってないでしょ。これね、皆さん物の考え方変えましょうよ。私たちはそのことを訴えてるんです。これまでね、規制緩和をして競争だ、ね、民営化をして小さな政府だ、これが改革だってずっと言われてきたでしょ。でもこの改革ってね、確かに民営化した方がいいものもある、規制緩和した方がいいこともある。だけど何でもかんでもやりゃいいってもんじゃない。もうこんな改革ずっと40年言われてるんです。そうでしょ。皆さん今 JR 北海道も大変だ、ね、国鉄の分割民営化から言われてるわけですよ。国鉄の分割民営化はまだ成功な方だったと言われていても、 JR 北海道このままじゃ大変だってもう見直さなきゃならないのに、いまだに民営化だ規制緩和ですよ。これやってると何が起こるのかといったら、金にならない、少なくとも目先の金にならないことは捨てられていくわけですよ、ね。でも目先の金にならないからって捨てちゃっていいんでしょうか。私同じ北海道奥尻島ってところにね、この間行ったんです。奥尻島は
自動車整備工場が町営は町でやってるんです。ピンときます皆さん、島なんで民間の自動車整備工場が儲からないのでなくなっちゃったんですって。でも自動車整備工場ないと車検も取れないし車乗れなくなっちゃうわけでしょ。だからしょうがないから町でやってるんですよ。でもこれ必要なことでしょ。儲からないからってやめていいわけじゃない。私たちの暮らしに必要なものは儲からない、目先は儲からなくたって本当は目先のお金以上の価値がある。でもね、これをどんどん捨ててきたのがこの30年の日本、その政治変えましょうよって言ってるんですよ。で、どこに住んでいても病気になった時にちゃんとした医療を受けたいじゃないですか。どこに住んでいてもちゃんとした介護を受けたいじゃないですか。子供にちゃんとした教育を受けさせたいじゃないですか。こういうところをちゃんと日本中どこに住んでいても一定のもの以上はちゃんとやる、これが本当の地方創生なんです。石破さんが地方創生大臣やった時何かいいことありました？ちょっとだけ金配ったのかな、町役場はほんのちょっとだけ良かったのかな、それぐらいでしょ。今みたいなことやらなきゃいけないんです。そして何よりも一次産業ですよ。全部海外から食料を輸入して社会と国が成り立つはずがないでしょ皆さん。で、今防衛予算2倍にするってね、アメリカからねミサイルとかね戦闘機とか買う、その金ね倍にするって増税するって自民党の皆さん言ってるわけですよ。いや安全保障大事ですよ。だけど日本攻めるのにミサイルいらないんですよ。今の状況ですら日本に来る食料を積んだ船をなんか潜水艦かなんかで2、3隻沈めて民間の船が怖くて日本には届けられない、こうなったら日本を飢え死にしちゃうんだから、そういう一次産業にしてしまったんですよ。儲かる農業だなんて未だに言っている、これ変えましょうよ。で、あ、石川香織さんついてます。もうちょっとだけ食べらせて。出先の金にならなくてもそれはもっと大きな大きな価値がある、それを私たちはじゃあ誰が支えるんですか。政治が支えないか、支えようないじゃないですか。一次産業なんてね、時の天候によってこんなに上下したりとかいろいろ大変だね。そんな中で厳しいけれども続けていこう、子供や孫にやらないって進めたい、そう思ったらちゃんと食べていく支えしましょうよ。これ十勝に来てるから言ってるんじゃないですか。私埼玉の大宮って大都会でもこれ言ってます。出ないとみんな食べるもの海外に輸入したらどうするんですかと言って、そりゃそうだってみんな都会の人間だってそう言っています。だからそういう政治に変えなきゃならない、ね、そのためにはね、東京で金集めている裏金の政治じゃダメ、今の政治を大きく変える、そのためにこの選挙大変大事ですし、最後にもう一点、石川香織さん、皆さんのおかげでね、私はうちの党の若い当選1回2回の仲間は大変優秀な仲間多いんだけれども、ピカイチの一人が石川香織さんなんですよ。もしかすると日本初の女性総理はこの人かもしれないな。私はそれぐらい期待をしているんです。本当にね、何がいいってね、やっぱりね、この十勝のような人口が減って大変でしょ、ね、一次産業が決まったから大変でしょ、そういう声をきちっと国会に届けていける、ちゃんと農林水産業を自分の言葉で語れるリーダーをこれから日本は作んなきゃいけないと思う。よし、この。そういう意味でも石川香織さん大変期待をしている。ただこれから石川香織さんがリーダーとして育っていけるかどうか、一つ大きなポイントがあります。リーダーは選挙が強くないといけません。私も今日もヒヤヒヤしながら来ています。私の小選挙区の相手6回続けて私が小選挙区で勝ってるんですけど、なんか相手大臣になっちゃって、大臣のご祝儀がついちゃってるとやばいなとヒヤヒヤしながら応援に来ています。これじゃリーダーダメなんです。だから皆さん、石川香織を大きく大きく育てるためにもこの選挙できちんと小選挙区で勝ち抜く、そうすると次に大きく羽ばたく、それは石川香織が羽ばたくだけじゃない、それを通じて皆さんの暮らしの声がもっともっと政治に届く、政治につながる、そういう大きな選挙ですから、
ぜひ皆さん、先ほどお話しいただいた通り、皆さんの一票だけではありません。周りに声をかけていただいて、輪を広げていただいて、必ず来週の日曜日、石川香織小選挙区で国会に戻してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。枝野さん、ありがとうございました。力強い行方のことが皆さんの伝わったと思います。それでは皆様、お待たせいたしました。石川香織衆議院候補より皆様にご挨拶を申し上げます。香織さん、お願いします。どうも皆さん、今日は寒い中、こんなにたくさんの皆さんにお集まりをいただいて本当にありがとうございます。石川香織です。ありがとうございます。今日は枝野幸男さんもこちらに応援に来ていただきました。そして黒田組合長もどうもありがとうございました。今回の戦いは大きな組織対草の根の戦いであります。相手の自民候補、連日大手の元総理大臣や、そして今の現職の大臣をどんどん応援電手として呼んできております。本当に激戦となっております。しかし私はこうして皆さんがお一人お一人石川香織を応援してやろうという気持ちでここに集まっていただいたこの5日間、私も十勝管内たくさん回らせていただきましたが、遠くの畑から大きく手を振って石川香織頑張れと応援をしてくださった方や、わざわざ日焼けのまま家から飛び出してきた方、そしてお店から作業を止めて手を振ってくださった方、本当にたくさんの皆さんに支えていただいて、石川香織は皆さんに支えていただいて、熱量では絶対に負けないと思っておりますので、こっからが勝負です。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の選挙戦、さまざまな争点がありますが、今国は本当に地方の方を見てくれてるでしょうか。先日ある町でタクシーの会社を営む方が、ライドシェアはやめてほしいと、石川さん頑張ってという声をいただきました。このライドシェアとはタクシーとは違って、一般のドライバーの方が自家用車でお客さんを乗せることができる、そういう仕組みです。人口がたくさんいて車がたくさんあれば、これもまた活用できるかもしれませんが、この十勝でそれをやられたらタクシー会社は潰れてしまうと、そういう話を聞きました。これは東京目線で全国制度を作った典型的な例の一つだと私は思っています。そしてもう一つ、このただいま本当に大変な中で、生産者の方も本当に大変です。私は今回、頑張っても所得が伸びない、この仕組みがおかしいということで、民主党政権時代にあった個別所得保障制度をブラッシュアップをして、直接支払い制度の重要性を訴えています。石破総理も初めは導入するべきだと総裁選で言っていましたが、総理大臣になったら、それをしたら農家が怠けると、180度考え方が変わってしまいました。その一方で、さっさと導入したのは農家の方に対する罰金刑です。言うことを聞かなかったら、指示通りしなかったら農家に20万円と、そういうことはさっさと決める、私はとんでもない発想だと思っています。本当に地方の方を向いているのか。働き方改革もそうです。たくさんのトラックのドライバーの方にすれ違いざま、クラクションや手を振って応援をいただきましたが、この4月から働き方改革のルールが変わりました。時間外規制を上限を設けるということでありますけれども、もちろん働きすぎで過労死をするような働き方はよくありません。しかし、この広い北海道で、しかも稼げる時期が限られているこの北海道で、東京と全く同じルールで仕事をしなさいというルールにしてしまったら、皆さん本当に収入が減ってしまったと、そういう声が上がっています。具体的に言うと、例えば牧草のシーズンに明日雨マークがついているから今日ここまでやってしまいたいと言っても、
トラックのドライバーさんは今日はここまでしか仕事ができないと言われたらまた後日になってしまいます。一番栄養価が高い状態で仕事をしたいのに、これは収入にも直結する話ですし、働きづらい仕組みになっていると思います。私は7年間国会議員をさせていただきましたが、やはり地方には地方の事情があって、そして地方には地方のルールがあると、東京一極集中のような考えでは、東京にいる人が考えるような考えでは、地方は稼げないし働きづらい住みづらい地方になってしまうと、これは与野党を問わず北海道の議員としてしっかり訴えていかなくてはいけないと思っておりますので、もし国会に戻れたらこの点についてもしっかり石破総理に聞いてみたいと思っております。今回の争点、そういった地方経済、物価高、これが一番やることだと思っています。そして皆さんが関心事として挙げるのが、この政治と金の問題を含む今の政治改革、これをとにかく進めてほしいということです。これはもちろんしっかりやらなくてはいけません。しかし誰がやっても同じでしょうと、どの政党も同じじゃないかと、そういう見方をする方もたくさんいらっしゃるのも事実です。私は非常にこれは心外だと思っています。きちんと真面目に精一杯頑張っている国会議員もたくさんいるんです。この国会議員という仕事、唯一法律を作ることができる職業です。皆さんの今の生活、それからこれからの人生設計、そして会社の経営、健康のこと、命のこと、それを全部司る法律を作る人間が自分の保身に走って言うことをコロコロ変えたり、説明がつかないお金があったり、仕事に手を抜いて妥協したり、そういうことは絶対許されないと私は思って、この7年間精一杯働いてきたつもりです。政党問わずいい人を国会に挙げないと、政党はどんどん悪くなっていって政治も悪くなると思います。政党間の戦いでもありますが、ぜひ候補者の本質、これからも真面目に精一杯働いてくれる人か、十勝のためにまだまだ信頼して仕事を任せられる人か、そういうところを見抜いていただいて、ぜひ今回の選挙戦は怒っているだけでは結果は変わらないよということで、周りの方にぜひ投票に行ってこの気持ちを、怒りをぶつけてほしいと思っています。私石川沙織、本当に皆さんにお世話になってこの7年間なんとかやってまいりました。しかし今回の選挙戦は3回の中で一番厳しい。連日大物弁護士が自民候補来ておりますけれども、それだけここは大接点だということです。皆さんにぜひこの十勝のために真面目に働く人は誰か、そして二大政党を作ってやっぱり政治に緊張感を持たせなきゃいけない、そして二大政党を作って緊張感がある国会を作ることができれば、与野党ともにより良い政策を競い合うようにして議論できるような国会ができれば、皆さんにとっていい政策を実現できることにつながると私は思っています。本当に横一線で厳しい戦いでありますけれども、皆さんのこの熱量で、政治経験がなかった私をここまで育てていただいた皆さんの心意気で、なんとかもう一回残していただいて、石川沙織もう一回国会に頭が出てください。頑張れ、お立ちのためにまだまだ頑張りたいと思っております。頑張れ、ぜひ皆さんのお力が頼りです。こっからが勝負です。ぜひぜひよろしくお願いを申し上げまして、私からのお願いとさせていただきます。寒い中大勢の皆さん、本当にありがとうございました。頑張れよ石川沙織の熱い思いを皆様にお伝えしました。どうか皆様、石川沙織勝たせてください。絶対に国会に押し上げていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。それでは最後に地元の小泉都議会議員より皆様にご挨拶を申し上げます。
皆様、こんなに多くの皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。心配なのはこんなに混んでると駐車場に入れずに、ハッピオや無印良品で、お買い物ができず、本当にコロナ組合長にご迷惑をかけておりますけども、皆様方これが終わったらちょっとお買い物をして帰っていただくのをまずは私からお願いをしたいと思いますが、まずはとにかくこれだけ石川かおりさんの熱い熱い思い、こういうのを私は今までずっと見てきましたが、本当に今回今日これぐらい熱いのはありません。それだけ今回の選挙は大変厳しいという選挙でございます。そのことを皆様が重々分かっておりますけれども、もっともっと本当に広めていただければなりません。ここでこの十勝から政権交代をしなければ本当に私たちの生活は良くなりません。2009年を思い出してください。私たちが政権交代をさせてもらったときに、高校の授業料は無償化になりました。今どの政党もいいこと言うんです。だけど政権握ってて何にも変わってないじゃないですか。政権を変えなかったらしっかりと私たちの生活は変わらないです。農業の問題もしっかりです。防衛ばっかり増えてる。こんなことを許してはならない。そのことをぜひ皆さんからと石川かおりさんを挙げて、そして国を変えていきましょう。ぜひ今回っておりますので、皆さん方最後ですね、必勝を頑張ろうで終わらせていただこうと思いますので、枝野さんが今ここに戻ってきたら始めますので、準備の方をお願いいたします。何としてもここ十勝におきましては、石川かおりさん、皆様方本当に一人一人草間の選挙を行っていただきたいというふうに思っております。相手側は動員で人が集まります。こんなに作業服を着ていない人がいただけだ集会というのはないですから、そういう状況を含めてぜひ立ち上がらさせていただきたいですし、比例について絶対に立憲民主党と書いていただいて、そして石川智博さんをこの十勝からも押し上げる、このことをお願いをしたいと思いますので、それでは必勝頑張ろうをさせていただきたいと思いますので、ご賞の方をよろしくお願いをいたします。それでは準備の方よろしいでしょうか。それではここ十勝から石川かおりを何としても押し上げるために、十勝から皆さんで必勝頑張ろう。本当にその風が強く吹く中、おとといめさん、多くの皆様をお集まりいただきましてありがとうございました。今日は枝野元代表の応援を受け、また何よりもこんなにできていた皆様のお知恵を受けながら、石川かおりますます元気が出ました。この通り石川かおり元気いっぱい働き盛り、十勝のことは誠実クリーンな石川かおり、石川かおりにぜひお任せください。必ず皆様の期待に応えて働いてまいります。どうもありがとうございました。握手しきれなかったこと申し訳ありません。すべてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様のお気持ちを手に受け止めて必ず働きます。信じてください。石川かおり、石川かおりどうかご支援の輪をもう一歩あと一押し広げてください。皆様が頼りでございます。本当に風の強い中、寒い中、暑い暑いご支援ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ選挙戦続いております。石川かおり、石川かおり心を込めて石川かおり十勝の皆様にお伝えをしてまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。駐車場の皆様。